高2文系です。やりたいことがたくさんあります。現代文の講座、古文漢文の講座、水中 2B の講座、英文解釈の講座、英検準1級の勉強です、うん、これからどのように勉強計画を立ててどれを優先して勉強していくべきですか。で、志望校は早期以上に行きたいですっていう人で、うんうん、これあるあるでたくさん講座取ってどれをどの順番で進めていけばいいかわからないっていう方結構いるんですよね、うん、あの僕の体験談で言うと、うん、もう今月はこの講座終わらせるぞっていうのに絞っちゃうっていうのが僕すごいいいなと思ってて、うんうんうん、あの僕公認会計士の時、まあそうっすよね、はい、科目数多いんですよだって何授業あるかわかんないですよね、はい、まああの財務会計論、管理会計論、監査論、企業法、うん、まあ、経営学、租税法とか、うん、もうたくさんあの科目があるわけですよ、うん、でその科目をこう例えばじゃあ月曜日は財務会計論の勉強しよう、うん、火曜日はこの勉強しようとかやると、うん、なんかこうなんていうか頭が整理されないんですよね、うんうんうん、だったら今週は現代文の講座、うん、終わらせようと、うんうん、じゃあ来週は古文漢文、うん、もう古文の助動詞と敬語全部、うん、この週で終わらせようみたいな、うん、こう腹くくってその週その目標に向けて全力を尽くす、うんうん、これが僕一番いいなと思って、それが結局そのさっき何回もここで出てきてるマルチタスクにならない、うんうん、そのシングルタスクの連続でどん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 消化していくってことだと思うんですよね、うん、で現代文の方を消化しきる、古文漢文消化しきるっていうふうに、まあ、週単位あるいは月単位で進めていくことによって、うん、結果的に気づいたら、うん、あ全部終わってるじゃんと、うん、で全部終わってるじゃんっていう風になったら割ともうランダム的に、うん、じゃあ今日数学やろう、うん、で数学久しぶりにやるけど、うん、できるかな、うん、でまたじゃあその次の日英語やってみよう、うん、英語忘れてないかなっていう、こうわ久しぶりに触れる単元でも忘れてないかみたいな確認のフェーズに入れるわけですよね、うんうん、だからこそ最初の段階ではもうガーッともう腹くくって、うん、こういろんな講座があれどもう一旦今週はこれこの科目っていうふうに絞るとか、うん、そういうことをするといいかなっていうふうに思ってます、うん、でそれはまああのシングルタスクっていうのも重要ではあるんですけど、うん、あの体系的な理解には、うん、ある程度そのノイズがあってはいけないんですよ、うんうんうん、そのなんて言うんだろうな、腹くくって腰据えて、うん、ある程度のまとまった時間をとって、うん、こう一個一個地道にこう建物を建てていく、うん、レンガを積み上げていくっていうことが必要になってくるんで、うん、なんかこうレンガが積み上がりきってないうちに、うん、他の勉強がガーッとまた間にたくさん入ってくると、うん、あれ結局ここの部分何だったっけ、うん、って土台ができてないからすぐもう土台が崩れた状態で次また始まっちゃうわけですよね、うん、だからその一旦土台を固めて家を建ててから次の単元に移るっていうことは非常に、まあ、あの重要なのかなっていうふうに僕は思ってます、はい、これも僕結構チューターと話す、はい、いろいろ聞いたんですけど、はい、その中でやっぱ多いのが高1年の時、うん、あえて科目バランスを崩して、うん、そればっかりやってたみたいな子めちゃめちゃ多くて、うん、多分そういうことだと、そういうことですね、思うんですよね、はい、もうこれって決めても余計なこと考えずに1本これだけ走ってみる、うん、よくみんなできない子ほどなんかバランスがとか、うん、何時から何時がとかって言うんですけど、うん、そういう子じゃない子がなんかその東大とかにたどり着いてる子多いなって本当に感じて、だバランスとかじゃなくて今河野さんが言ったようにまず一本走り切っちゃうがおそらく正解なんだと思います、うん、結局こうバランスとか言って建物建てる前に次行って次行って次行ってって繰り返したら一周してまたそのおな、まあ国語とかに戻ってきた時に、うん、これ全然立ってないけどどっから手つければいいんだっけ、うんうん、また一からやるかみたいな感じになるわけですよね、うんうん、まあこれあるあるなんですけど、うん、日本史で旧石器時代だけ役に詳しいみたいな、うん、もう参考書をバーって見て、うん、途中まで終わったんだけど、うん、なんか別の科目始めちゃって、うん、久しぶりに日本史やった時に、うん、奈良時代、平安時代どっからだっけ、うん、まあ一旦最初からかなとか言って旧石器時代また勉強し始める、うん、これ多分経験皆さんあるじゃないですか、うん、多分あるんですよ、うん、それと一緒です、うん、それと同じことがいろんな科目の、まあ、大小あれど、うん、単元ごとでもあるかもしれないし、うん、まあ、結局同じような現象が絶対起こってしまってるので、うん、だからこそ途中で投げ出さずに一旦終わらせるっていうことをしてもらえればいいかなと思います、うん。
それで言うと本当、まず高1に行って言いましたけど、高3になってもめちゃくちゃバランス悪い勉強してる子も結構多いというか、うん、結構赤門生でも結構いる、できる子ほどそういう傾向にあるというか、うん、めちゃくちゃ一日偏ってるやんみたいなことやってる子、うん、それがやりたいしやらなきゃいけないからって言ってグワーってやってる子が多いんで、うん、まあ、やっぱそういうことだと思いますね、うん、本当に間違いないですね、うん。